サトシとスバルのファンファンサーズデイバーズワーン。 Hey yo, what's up ladies and gentlemen、 こんばんは、レノサトシです。皆さんこんばんは、木村スバルです。始まりましたファンファンサーズデイバズアップのお時間ですよ。木曜日を担当しますのは僕たちバズアップ。はい、今夜も張り切って生の放送でお送りしていきますよ。生っていいよね。いいよね。感情こもってんな。生っていいよね。本日も、木場のレインボータウン FM スタジオよりですね、生発車でお送りしております。よろしくお願いいたします。はい、ファンファンは毎週月曜日から金曜日の23時から放送しております。30分の帯番組です。月曜日担当がウェイウェイさんと渋谷真理子さん、火曜日は奥村奈々子さん、水曜日は桐村真理さんと井上由香さん、木曜日が僕たちバズアップ、そして金曜日が池田彩さんと尾崎恵里さんとでお送りする番組となっております。そしてこの番組は東京モノレール羽田空港国際線ビル駅の構内にあるエドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組となっております。エドプレスジャパンとは羽田から世界へ日本の魅力を配信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。エドプレスジャパンと検索していただきますと、ホームページから24時間配信している動画も見ることができます。ぜひチェックしてみてください。また定期的に日本の魅力を紹介するエドプレスマガジンというフリーペーパーも発刊しております。ここキバスタジオでも配布しておりますので、ご興味のある方はぜひ手に取って見てみてください。メイメイメイ、はい、今日は110回目の放送ですよ。なかなかちょっと頑張ってきてる気がしますけれども、頑張っていきましょう。今日もね、レインボータウン FM 最後の番組ですから。今日のそうでした、ね、木曜日最後の番組ですから、そうでしたよ、ね、最後にふさわしく、落ち着いた雰囲気で大人に行きましょう。そうですよ、やっぱこれダンディーな番組だっていうのはね、ダンディーな情報番組ですから。そうですよ、今日はこの、ね、我々の番組の前のアクロスエンターテインメントの皆様方の、ね、お客様がたくさん来てくださってもう一回言おうぜ、たくさん来てくださっておりますから、すごい数です ね、 ね、もうすぐお帰りになるかと思いますけれども、でもせっかくなんでね、バズアップをね、ちょっとでもね、ちょっとでもね、知ってほしい、知ってほしいですから。ちょっといてくださるらしいですよ。本当ですか。ちょっと、いや、お優しい皆さん。知ってますか、木村すばる。本当ですか。あ、そこそこ皆さん知ってると。あ、はい、なるほど。後ろの方の人たちは無視ですか。見えてますよ。レインボータウン FM スタジオはね、全部見えてますからね。皆さんありがとうございます。でも本当にね、もしよければでございますけれども、我々ね、はい、バズアップという番組やっております。はい、木村すばるとレノサトシというね、仲良し二人で。なんて言ったら、コミュニティ FM 感あるの。まあ、やらせていただいてますんで、よかったら、本日もお聞きの皆様、そしてユーストリームを、ご覧の皆様もですね、最後までどうぞお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、さあ、それでは、大人気コーナーに移りたいと思いますよ。参ります。今日使える豆知識のコーナー。ありがとうございます。大人気ですか。そうでございますよ、はい、今日使える豆知識のコーナーでございます。残り56分使います。そうですね、56分の間に誰かに自慢してください。はい、今日は5月の10日でございました、はい、今日はどんな日だったかと申しますと、グレゴリオ暦で年始から130日目にあたり、年末まであと235日ある日なんでございます。さあ、そしてどんな記念日があったかと申しますと、今日はコットンの日、五島の日、というのがございましたよ。五島とは、五島列島、はいはい、まあ、場所です。五島さんっていう、なんか人の名前ではなくて、五島列島っていうなんか、まあ、島があるんですけど、北の方の、その通りでございます、はい、まあ、そこをこう記念した、記念日でございまして、コットン、五島、これはまあ5月10日に、まあ、ちなみまして、ちょっと語呂合わせ的なものなんですけれども、興味深いのがありましたよ今日は、はい、リプトンの日っていうのがあります。なんかコットンときてリプトン、優しいっすね。あ、コットンリプトン、優しい。コットンリプトン五島。五島最後に来るサウンドだね。いいね、いいね、今日はだから、そのリプトンの日は何でかって言いますと、紅茶のブランドリプトンの創業者トーマス・リプトンの誕生日であり、しかもリプトンが1871年に最初の食料品店を開いた日でもあることからなんですって。待って、リプトンって名前なの。リプトン、リプトンさん、リプトンさんですよ。苗字トーマス・リプトンさんから来てるんですよ。リプトンさん、レノと一緒じゃん。ちょっとごめん、何言ってるか全然わからない。どういうこと。レノ、レノサトシのレノと一緒でしょ。あ、まあ、トーマス・リプトン、まあ、まあ、そういうことだ。苗字って意味でしょ。そうです、そう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 。あなた、まあ、ブランドになってないじゃないですか。うるさいな、やめてくれる。まあだから、そういうことですよ。そうです、なるほど。で、何がすごいかって、うん、リプトンが、この、なんていうか、紅茶屋さんを開業したのが、
1871年なんですよ。これ147年前ですよ。やば、リプトンって147年間でびっくりするっしょ。じゃやっぱリプトンさんが生きてたら、いやだからこれ毎回恒例なんだね、そのもしも生きてたらシリーズ。だから生きてたら、うん、これ要は誕生日が1848年が誕生日なんですよ。なるほど、ね、もし生きてたら170歳ですよ。ほら、いやごめん、ホラーが分かんない。いや毎週、いやもし生きてたらそれはもうホラーだよ。 あれやべ、音止まったじゃん。これ完璧、俺の中のラッパーな部分が出ちゃった。出ちゃったね、ライムしちゃったわ。見てください、まだ聞いてくださってますからね。優しい皆さんお優しい。ほら丸してくれたよ丸。いやいいですね皆さん、あの、うん、終電とかね あると思いますのでね、ご無理なさらずで、はい、あー嬉しい、ありがとうございます、うん、じゃあもうね、どんどん行こう、どんどん行こう、うん、そして明日はですね、はい、特にございません。明日はですね、もう非常にあの記念日もないですね、はい、シンプルデーでございますので、平和に行きましょう。明日も平和に行きましょう、はい、はい、それじゃあ早速今夜も生放送でバズっとく。もちろんしょ、サトシとスバルのファンファーサースデーバーズワン。というわけでございますけれども、はい、5月のお便りテーマ、うん、はいはい、先週から始まりましたけれども、うん、また改めてちょっとご紹介させていただきます。5月といえば子どもの日がありますが、はい、そんな子どものための今月はこんなテーマをお届けしたいと思います、はい、子どもにとって最も重要ともいえる名前、そんなここ近年新生児につけられたさまざまなキラキラネームを募集ご紹介したいと思います、はい、題してキラキラ選手権です。まあほら僕もさ、今でこそスバルは普通ですけれども、はい、当時1990年代、うん、スバルはなかなかなキラキラネームでございましたよ。ハイカラでしたね。ハイカラでございましたよ。そして、うん、レノ、うん、これはキラキラネーム中のキラキラネームですよ。だから、うん、ミオジ、いやキラキラミオジでしょ。いやキラキラミオジキラキラミオジって聞いたことないの。レノサトシだよ。ごめんね、こんなこと言うのはあれだけど、キラキラネームすぎるでしょ。そうだ、ね、まあ、前にも話したかもしれませんけれども、まあ、僕ら二人とも同じ高校の同じ剣道部出身でございます、はい、でなんだったらレノ君は僕の先輩ですから、うん、まあ年代はね被ってないんですけれども5個違いますからね。5個違うから。ただね、僕がね剣道部に在籍した時にね、これ言うんだね、そう、剣道部の倉庫に伝説のタレってのがあったんですよ。ほう、何でしょう。タレっていうのはあの剣道の道着のことでございまして、あの腰のところに巻く、まあ、ざっくり言うとあのスカートみたいな部分のことです、はいはいはい、そう、あそこに要は選手はあの自分の名前をね、入れるわけでございます。ネームプレートですね。ネームプレートがついてるわけです、はい、僕は漢字で木村でございますよ。木村です、ね、でみんなもちろん日本人ですからね、はい、佐々木さんとかね、とかね、うん、田中君とかなんかいろいろ名前が入ってるわけですけど、先生武蔵でしたけど、武蔵先生、いや俺たちの顧問の先生もなかなかのね、武蔵四郎、武蔵四郎やばくない、武蔵四郎顧問。顧問。そうそう。もう剣道をやるべくして生まれた先生みたいな。そうね。聞いてる武蔵先生いや、大変な。でね、僕が在籍して、その在学してた時も、伝説のタレってのがあって、はいはいはい、で、それ見に行こうぜっつって同級生とさ、言いながらさ、はいはい、剣道場のさ、倉庫バーって開けたらさ、飾ったんだよね。飾ってあんだよ、歴代の先輩たちのタレが。はいはい、その中にも、ひときわキラキラしたタレがあって、うんうん、カタカナで、レノって書いてある。留学生だね。びっくりする。カタカナでレノ。カロウジでさ、縦書きだからさ、うん、レとノだからいける、うん。それ横にしたらもうひらがなのイですよ。おい。それはもう。散々いじられたわ、それで。もはやそれはイです。いや、かましいわ。レノはもう、もはやイです。なんかそうだね。キラキラネームですよ。見たときどう思うんすか、それ。爆笑してるね。そうだね。お、誰だよ、こいつ。いや、まさかね。それからもう15年ほどですか。ねえ。この、一緒の番組や、一緒に劇団作って、ね、一緒にラジオやって。とは思わなかったよな。人生何があるか分かりませんな。ないですよ。まだ聞いてくださってる。ありがとうございます。もうね、いや、嬉しいですね。皆さん、ありがとう。うん、ねえ、まあ、ねえ、なんでしょう。何照れてんのなんか申し訳もなくなってきちゃった。絶対ついでだからね。まあですよ ね。ありがとうございますよ。いいんです、いいんです。そんなもんいいんですよ。いいんです。デザート感覚で味わってください。はい。ということでね、今日はリスナーの皆様からもね、お便りいただいておりますので、ご紹介したいと思います。はい、じゃあ、1つ目、レノちゃん。はい、バズネーム、ライトより、はい、スバル君、レノ君、こんばんは。はい、こんばんは。私は本名が塩って言うんですが。塩、塩、うん。はいはい。キラキラネームだと思いますか？
どうですか？知りません。聞かは、まあ、でも、まあ確かに、あでも、まあ、母親から聞いた名付けの理由が、海の潮風のように爽やかで、穏やかな人に育ってほしいという素敵な理由でした。ですが、一番の理由は、男女兼用で使える名前ということみたいです。うわ、めっちゃいい。で、これまだいいじゃん。はいはい、ここまでいいじゃない。何ずっと気になってたんですけど、うん、レノ君ってハンコ持ってるんですか？オーダーメイドで作ってるんですか？オーダーメイドで作ってるわ。売ってないから。レノって、100均行っても置いてないもんね。ちゃんとね、横になるといいって思われるでしょ、うん、ちゃんと縦書きよ。素晴らしい。レノになってるから。素晴らしい。ねえ。しおちゃん、でも可愛い名前ですよね。いや、すごく素敵。僕ね、キラキラネームね、何が素晴らしいかっていうと、うん、確かに、聞き慣れない、うん、耳馴染みのない名前だったりすることがあるかと思います。はいはい。あとはやっぱ漢字が難しかったり。うん、でも、やっぱり親御さんが子供につけた名前ですから、うん、思いが必ずこもってると思うんですよ。 そうなんですよね。その名前のバックグラウンドですよね。つけられた由来、うんうん、名前の由来、うん、俺そこが好きだわ。いや、かっこいいですよ、ね、しおちゃんのこのね、あのバックグラウンド、うん、めちゃくちゃ綺麗だと思う。響いてる、響いてるじゃん、うん、もう一個あるんだけど読んでいいですか？おいいぜ。レノさん、ディさん、こんばんは。はい、どうも。ベーコンレタスサンドより。あ、毎度。お題のキラキラネームですが、大学の時世界という名前の女の子がいました。かっけえ。かっこいいよね。まんまですよ、世界。はいはい。ちなみに私の本名はもっと大規模で、地球と言います。ごめんごめん、まだ続きある。あ、何？嘘です。嘘かい。嘘かい。なんで嘘ついてん。でもね、世界ちゃんね、実は、あ、いらっしゃるんですか？僕もね、剣道部の、いや待って、剣道部の話題多くね。剣道部キラキラレベルやろ。僕一個上の女性の先輩が、うん、世界さん。え、苗字ってこと？そうで、しかも、あ、ごめん、ちょっと散々先生の本名とか出しちゃったけど、うん、大丈夫ですか、ラジオ的に。いや、今さらでしょ。ごめんなさいね。で、先輩の名前は苗字が押し切りっていうの。押し切るって書いて、はいはい、押し切り世界ってめっちゃ名前かっこよくない？押し切る世界、世界を押し切るんだよ。それで剣道部だよ。すごいじゃない。むちゃくちゃかっこいいよね。あれ、剣道か相撲やるかどっちかよね。あ、まあ、確かに押し切るわけですから。でもさ、めちゃくちゃもうなんていうの、もうセットで最高のキラキラネームだよ、ね、かっこいいね。めちゃくちゃかっけえと思う。あ、世界さんはでもね、うん、それ漢字で世界っていうのはあれですか、ワールドの世界ですか？それね、ひらがなだったの、その先輩は。へえ。でもこのベーコンレタスサンドさんおっしゃってるのは、世界ってあの世の会でしょ。そう世の会、世のその会。あとはあのカイト君の会でしょ。わかりづらいな。しかもカイト君の、そう会でしょ。あ、そんな刺さってない。声優さんの名前出したらちょっと盛り上がるかなと思ったんだけど、そうじゃない。宮野守宮野守だ。ダサい。あ、ごめんなさい。ダサい。もう先輩の力を借りないと。まあいいんですよ、いいんですよ、はい。まあでもね、世界さんはね、かっこいいと思いますよ。じゃあ僕の方からも一通ご紹介させていただきます。はいはい、バズネーム、シバリーからいただいております。はい、スバルさん、サトシさん、こんばんは。こんばんは。私が中学校の頃の同級生で、うん、ナイルという名前の男の子と、うん、キラナという名前の女の子がいました。え、あ、これは珍しい。で、ナイル君は 7つの音が流れるって書いて、ナイル。え、めっちゃおしゃれじゃん。でもさ、こサウンドで聞くとさ、ナイル川思いつくよね。いや、思いそう。でも7つの音が流れるって、あ、これおしゃれ。おしゃれすぎ。俺今まで聞いた中で一番おしゃれかも。めちゃくちゃおしゃれだね、うん、確かに。これ、あれ、もう一個は女性のキラナっていう名前は、キラナ、輝くランの那覇の那覇。ちょっと待って、那覇で全部わかんなくなったよ。輝くあのランっていうお花のラン、あ、ランね、うん、に那覇の那、だから那覇の那が、那覇の那ってあれ何ていう字なの。な、ちょ見せて、那覇の那、那覇、あのあれね、沖縄の那覇のこと言ってるね。そう沖縄の那覇の那、はい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 、です。これ那覇の名です。そうです、はい。これはでも素敵だな。もうね、ちょっとね、そのいろいろ今回キラキラネームやるにあたってさ、うん、こうあの世の中にあるさまざまなキラキラネームなんていうのをこうさ探してみるんだけどさ、調べたんですね。俺びっくりしちゃったのがさ、うん、日本で一番人気のある男性の名前が、うん、大輔なんですって。大輔ってもうやっぱもうここ数年間、うん、もうしばらくずっともう不動の1位を取ってる。まあ、残念ながら2017年ちょっと違ったんですけれども、うんうんうん、大輔ってやっぱね、日本人ではね、非常に多いんですって。こう野球選手とかに多いイメージですね。まあそうですよ、うん、声優さんにもたくさんいますよ。あ、そうですか。まあ、ちょっとあえて言わないですけど、今も僕も出てきましたけど。うん、まあですけれども、ある年だけ、うん、要は一番メジャーな名前大輔だったんですけど、逆にその年の一番珍しい名前大輔
ていうのがあった年があったんです。はいはいはい、これむずいよ。これびっくりするでしょ。謎謎今。これもうほぼ謎謎。俺これね、理由聞いた時俺目ん玉ぶっ飛んだよね。ほうほう、一番人気のある名前大輔、うん、で一番珍しい名前も大輔だったんです、はい、だからトップ1とワースト1がどちらも大輔、うん、なんでだと思いますか。わからない。その通り。僕も全く見当がつかなかったんだけども、うん、これ見たらなんと、うん、女性の名前で大輔だった。あーなるほど。なびっくりした。怖かった今。ちょっとさ、いや怖かったわ。あの話みたいじゃない。なんだ、家にけなんか殺人事件があったマンションの、うん、自分の部屋に警官が来て、うん、で後でニュース見たら、うん、犯人がその警官だった話聞いた後みたいでしょ。はい。おい、実感がない。さてはその話知らないな。知らなかった。日本で一番有名な怪談。そうか、大輔の変ね。そう、大輔の変、ね、最後びっくりした。俺まで聞いた時鳥肌立ったもん、うん、って言った。ごめん、父親がオペラ歌手なもんで。ちょっとビブラートが過ぎましたわ今、はい、ごめんなさい、ね。まあ、そんな感じでございますよ。まあ面白いですね。まあほら僕らもね、はい、予定は全くございませんが、はい、そろそろ自分の子供の名前も考えたいお年頃でございますから。考えますよね。そうですよ。ちょっとこう妄想企画としてね。そうです。今月最後の週には僕ら発表するわけですから。命名する。命名しよう。あ、そうしようか。やってみようよ。俺は夢を包む。今言うんじゃない。いや、一個候補として、一個候補ね、夢を包むって書いてケバブにしようと思ってる。俺一番好きな食べ物ケバブなんだよね。見たまんまじゃねえかよ、うん、2位がねピザ、あ3位がカレー、4位がホットドッグ、ブーカルボナーラ。いやいや変わんねえよカテゴリーが。ずっと5位がスニッカーズです。 ありがとうございます。はい、ということでお付き合いいただきありがとうございました。はい、たくさんのお便りがありました。はい、ありがとうございます。はい、来週もね、そうですよ、やりますんで皆さんの身の回りにおられる、キラキラネームをお持ちの方ぜひご紹介ください。よろしくお願いいたします。はい、それではここでバズアップミュージックでございます。本日ご紹介するのはこの曲。お聴きいただいておりますのはデフテックでゴールデンエイジでございます。 Yes。 いやもう Yes, yes, yes. まあ今日まではね、ちょっと雨が降ったり雷が鳴ったりとちょっと寒い日が続きましたけれども、うん、もう間もなく夏ですよ。夏のスタートはデフテックですよ。間違いない、うん、夏といえばなアーティストっつったらやっぱもうデフテックだよね。そうなんですよ。デフテックもしくはファイアーボール、うん、もしくはチューブ。チューブ。あ、でもね合ってるよ。合ってるっしょ。合ってる。チューブもサザンオールスターズとかもそうでしょ。そうですよね。でもさ、ラップで言ったらさ、まあデフテック夏っつったらまあ、その方か。いや合ってる合ってる合ってる。僕ら的には合ってる。まあ確かに。他なんかある？夏といえば。ゆず？あ違う。この長い長い。ね。うん、まあね懐かしいですよね。デフテックやっぱデビュー曲のマイウェイがもう大ヒットしまして、はい、紅白歌合戦にも出場していましたけれども、うん、まあ一度解散を経て、その要はまた復活の時に出したアルバムですよね。はい、これ確か。2011年ですか。11年ですか。はい、素晴らしい。いいですね。やっぱりいつまでたっても廃れないというか。いや間違いない。これはもう、うん、マスターピースだと思います、うん、よかったらぜひ皆さんもチェックしてください。以上バズアップミュージックでした。今週のバズトピー。はい、ということで今週のバズトピのコーナーでございます。今週1週間で僕らが気になった情報を皆さんにお伝えるするコーナーです。さあお伝えるする今日のですね、テーマは押し切るね、ぬくもりでございます。ぬくもりですね。非常に気になるニュースがあったとレノ君から報告がありました。はい、どういったニュースなんですか。今週ですね、ネイバーのまとめにもあったんですけど、はいはい、今週ロイター通信より、ほうほう、なんでしょう、ロイター通信ですよ、はいはい、世界的ホテルチェーンホリデーインで、うん、客が寝る前に従業員がベッドに入って温めてくれるサービスが試験的に開始されました。うわーやばくない、揚げぽよピーヤじゃん。揚げぽよピーヤじゃん。これだからものすごくね、僕らで言えば、うん、お綺麗な方が温めてくださるかもしれませんし、はい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 、もしかしたらイケメンが温めてくださるかもしれないし、はいはいはい、そのぬくもりを感じて、うん、寝てくださいと。これは試験的に始まったって、まだその、まあ、実際に行われているわけだよね。そうなの、そう、ま、今やってるんですよ。でお客様からもアンケート取ったりとかして、うん、今後続けるか続けないかみたいな段階ってことでしょ。そう、しかもそこそこねいいホテルだからね、ホリデーインだよね、うん、これ画期的だよね。っていうか思いついた人はただいただろうけど、うん、
なんか効率的じゃないとかっていう理由でさ、なんかこうボツになりそうなアイディアなもんじゃん、うんうん、これすごいわ。これはね、究極のおもてなしでございます。うわ、まあまあまあいい、わかる。でもどう、ちょっと、まあ、究極なのかもしれないけど、賛成、賛成、食い気味で賛成。マジか、うん、面白くない。うん、なんかでもさ、そうなってくるとさ、あのその温めてくれる人を指名する制度みたいな、なんか欲しくない。趣旨変わってくるわ、なんか。あ、そっか、ダメか。それダメだよ。あ、ごめんなさい、ちょっと俺これ考えすぎだったわ。あくまで豊臣秀吉が靴造りを造りやった。靴じゃねえや、靴ねえわ。おい、その時代靴あったらびっくりするわ。豊臣秀吉が生きてたらっていう話になるわけじゃん、うん、出た出た。何歳だよ、わかんないけど。でもなんかいいじゃないですか、まあでも、うん、人のぬくもりを感じるサービスっていうのは確かにいいかなと。なんか機械的になってる世の中で、うん、こういう人為的というか、はいはい、すごく素敵だと思いますね。確かに。まあなんだろうな、僕はねちょっと気使っちゃうな。あ、そっか。うん、ちょっとね、まあそういうほら、まあマシンもねあるわけですから、うん、まあそっか。でもなんだろうな、やっぱこうピチッと綺麗な布団ベッドに部屋入って一番最初にダイブして、その綺麗なベッドをめちゃめちゃにしたいっていう。ねえ、それなんか抱えてる？いや、日頃。あ、でもそっか、温めるとはいえ、うん、綺麗かもしれない。あ、だからそこが気になるところだよね、うん、自分が入室するときにはもうその温めてくださった人はもう外に出ていて、布団だけがもう温かい状態なのか。このポイントはですね、うん、あの入ったときはチェックインは普通なんですよ、はいはい、寝る前、例えば浴場とか行って帰ってきたときにあったかい。ちょっと俺の頭が悪いんだと思うけど、浴場が全然違う方に聞こえちゃって。ちょっと待ってくれ、時間は合ってる。バスタブってことね。時間は合ってる。バスタブ、そうそうそう、行って帰ってきたら温まってる。なるほど。うん、あー、まあでもありかな、うん、人肌ね。あ、やっぱまあなんかいろんなホテルがさ、こう、うん、素晴らしいパフォーマンスだったり、そのおもてなしをしてくださってるじゃないですか、うん、僕はあのシンプルに嬉しいのは、例えばアパホテルの、折り鶴とか、はいはいはい、あのおもてなしだと思いますし、あれ嬉しいですよね。そうですよ、そうですよ、うん、あとはね、お茶の種類が豊富なホテルとか、あ、アメニティがね、そうですよ、充実してるやつね。前になんかね、ラジオ大阪でやってた番組の時に、うん、なんか大阪で宿泊したホテルがね、なんかね、緑茶もあればコーヒーもあって、なんかスープもあってなんちゃらみたいな。あのさ、こうお湯沸かし器はさ各部屋にあったりするじゃない、うんうんうん、ただやっぱ毎回さ、なんかこうそれこそリプトンだったり、うん、ね、お茶だったりっていうさ、そこ2種類くらいなところ、そこはね、あのそのね、スープがめっちゃいっぱいあって、うわこれ上がるって思ったこともある。僕ね、あの沖縄で泊まったホテル の、うん、あの枕じゃない普通の手拭くさ、タオルあるでしょ、はい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 、あれが畳んであって立ってる状態、うわ分かる、2つ折りでこう立ってる状態、はあはあはあ、でバスタオルも立ってるの、はあ、でお手紙で、はあ、Welcome って書いてあるの、はあ、Welcome to 沖縄って書いてあるんですよ。それだけでちょっと上がりません？上がる。なんかそういうことだよね、多分ね。いや、めっちゃいいじゃん、うん、あ、でもちょっとこれはなんか気になるな、うん、もう日本でしょ、もちろん。何がこのサービスを行っている？全然外国だよ。そうか、ロイター通信だから。そうか、ないよ、ホリデーイン日本に。そうだ、東横インとか、東横インとかではない。ごめんごめん、ホリデーインから。なるほどな。まあでもこれ、ちょっとなんかお願いしてみたい気もちょっとしてきたな。いろいろあるじゃん、世界にはさ、あのアイスホテルとかさ、氷のホテルとかさ、はい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 、なんかいろいろな面白いホテルたくさんあったんで、はいはい、確かに。ちょっとまたどっかで発表したい。そうしましょう、うん、はい、ということで、以上今週のバズ飛びでございました。はい、はい、一旦 CM です。何今の、ちょっと待って、何今の。初めてすぎる。何、ジングルが初めてすぎて。何急に流れてきた。急にジングル、ラジオっぽくなってきたぜ。おっといけねえ、エンディングの時間が来ちゃったぜ。ということでお送りしてまいりましたバズアップ。この番組では皆様からのお便りを募集しております。宛先は info@792fm.com info@792fm.com までお願いいたします。またバズアップの公式ツイッターアカウントもございます。ぜひフォローしてください。お願いします。そしてファンファンの番組問い合わせフォームもできております。番組へのお問い合わせは fan-fun.com/request にお送りくださいませ。たくさんのリクエスト並びにお便りお待ちしておりますはい、はい、来週もキラキラネーム選手権やりますので、うん、よかったらぜひお便りお送りください。そしてちょっと最後になるんですけれども、私ちょっと告知がございまして、はい、舞台無限の住人、うん、そうなんです、まもなくでございます、うん、本日小屋入りいたしまして、うん、2日間のお稽古の後、13日からですね、うん、いよいよ初日でございます、舞台が始まります、うん、まあ、木村拓哉さん主演で有名な映画化もされている漫画原作のお話なんですけれども、うん、実はその漫画原作をね映画化するにあたって、うん、その映画化よりも先に舞台化したのが
関智一さんですよ。そうだよね。それ関智一さん率いるヘロヘロ級カンパニーで、13日から、新宿のスペースゼロという劇場で無限の住人始まります。私も出ております。美味しい役で出ております、ありがたいです。まあ、本当にですね、ぜひ見ていただきたい。僕ね、ぶっちゃけ出てるからっていう意味じゃなくて、俺こんな面白い舞台初めて見たっていうくらい、今回舞台がね豪華ですごいです。だからよかったらぜひ見に来てください。私のツイッターの方でも告知しておりますので、あと関智一さんのツイッターからチケットもゲットできますんで、皆さんよかったらチェックしてください。無限の住人、マジ無限に期待してください。はい、本日もバズアップをお聞きくださりありがとうございました。明日が皆さんにとって良い一日となりますように。そしてお車でお聞きの皆さんはどうか安全運転で。それではバズアップ、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。お届けはレノサトシと木村すばるでした。バイバイ。